オッケー、大丈夫です。うわすごいな、しかし撮影前の練習ラウンドでもイーグルだったそうです。連続イーグルでした。それ残り 21m ぐらいね。21ぐらい。はい、すごいすごい。ベストスコアを出したいところ。うん。もうすでに出してるわけやろ。28のコースレコード保持者からね。それをちょっとでも。うん。2番もバーディーで、ここまで3アンダーです。ここまでは順調ですね。ここまで。ね、ここもまっすぐやし、はい、ほぼ。傾斜が下りになってるし。55m。割とあの、みんな帯しますよ、ここは。4番 53m パー4。 OK、 イーグルチャンス。ちょっと4番惜しくもバーディーでここまで4アンダーです。5番ショートホール、 33m パー3。うん、5番バーディーでここまで5アンダーです。6番 76m パー5。オッケー。はい、大丈夫ですね。ちょっとギリギリ。ああ、OB。イーグルショットが惜しくも、ナイス。OB になって。それでパー、パーでしょ？パーです。はい。7番ホールは、左ドッグレッグの72m、パー5です。よし。持たないだろ、ね、しかしコースレコード狙うとなるとイーグル取ってセブンアンダーしたいので刻めないかな。よっしゃ、なかなか、よっしゃ、ナイス、ナイスパー。ホールインワンなら7アンダーになるので、まあもう完全な無効かな。そうですね、ねえ、なかったね。危ない、危ない、よかった、近かったですね。今のはね、南コース最終9番ホールは58m パー4。通算6アンダー。イーグルが出ればタイ記録の28。ありがとう。残念。ね、ボーです。ファイバーです。これボギー、ボギーで、ボギーこのだけです。ボギー。どうもありがとうございました。ありがとうございました。31。出ないですね。28のコースレコードホルダー。はい。最終ホールまでタイ記録のチャンスだったんや。ね、OB がここと、あ、ここ2発か。そうです。もう一回言っていいですか？うん。これは悔しいわな。あ、待って、向こう行ったらあんねんけどな。これちょっと終わったら見てみるわ。OK。
プレーが早いのでバッテリーは余裕半分にあります。よっしゃ、止まった。よっしゃ、まずはね、はい、バーディあー怖っまあまあ、しょうがないここだけちょっとコース曲げやな、こう、はい、あ、いやいや右側これコース全部余裕、ね、余裕あんのに、全部その辺でも余裕あんねん。ちょっとね、確かに左を削って、この辺も足場悪いからね、うん、悪いというより危ないや、うん、右も悪いと余裕あんねん、はい、あ、まあいいとこまで行ってましたね。ね、ここも後ろ狭いな、このグリーンも。まあまあ、ここ距離がね、短いね。うん。言うたやろここ帯ごつ多いね、後ろのものすごい帯多いよ。調子狂ったな。ここほんま多い。先のところに一番多いんじゃ、後ろ。ワンオーバーで3番ホールです。OK。さあ、ここでは挽回するか。バンカーするか。止まった？よかった。これあのずっと下り坂になっとるよな。ですかね、なんかね。もう結構下ってるんかわからん。みんな飛びすぎとるね。よっしゃ、これでピーターが出るかな。まだまだあるあるチャンスは。オッケー、ベストポジション、はい。よっしゃ、あー、よかったよかったよかった。ぴったり測ったみたいな。距離は来てる、右でなんか行けそうな。こっちが一番高いところになるのか。そうなんですよ、直接来た。冬になったらいけるみたいな、葉っぱが落ちたら。ナイス、はい、5番終わって通算3アンダーです。あ、これはちょっと誤算でしたね。そっち戻ったんや、バウンドしてね。惜しかったな、あと10センチ。あかん。
入った入った。すごいですね。6番ボギーで2アンダーになりました。僕は6番が一番難しいけどね。オッケー。ちょっと出たな。今度の7番は本当に欲しい。直接からちょうど届きますね。おー、惜しい。ここやっぱりもうちょっと広げたね。やっぱりもうちょっとなんか刻まんだらですね。刻むかね。そこら辺に。うん。ナイス。これ狭いな、確かに。意外となんか、いや、もうちょっと困りそうなんですけどね。ねえ。うまくいかないよ。うん。8番のショートホール。さっきより近いわ。これ危ないな、これ。これこって近いな。うん、1メーターちょいやね。今度は2アンダーのまま最終ホール向かいます。よしよし。あかん。まっすぐだ、来るな。よし。はい、ありがとうございました。また食べるんですね。はい、まあ悪くはないとは思うんですけど、これ多分20分ぐらいだったら取れるでしょ。はい、まあしょうがないですね。